Please select your character. さあね、これ先ほどの試合リーグ戦ではですね、破られる祭り第一チームはダンイサギエディ150チームに負けております。なのでまあどうなんもんですかね。なのでって言ったら、なのでって言ったら分かんねえやな。もう一回勝てるかって言ったら、ね、難しいよね大会ってのは難しい。さあリーグ戦勝ち数並びましたので決定戦になります。まず先鋒戦、祭り第一対するは150ノエル隣ではアクセルに切れちゃってますね。しゃーないっすさあ画面端に運んでいきたいが、このミス、立ち A、立ち B、 昔ね猛威を振るったのを覚えております。さあ昇竜拳、これ読んでいた、飛び越えたと見せかけて表に戻ってきて飛び込み成功からの画面端3000しっかりダメージ奪って戻ってくると中段から投げていく、打ち上げて立ち B、 打ち上げ、そして棒飛ばしからの、名前覚えとかないってね、マン A からよいしょ、画面端持っていきます。出しキャンセルから落として打ち上げて、さあブレー拾っていくが空中投げ、補正が切れて打ち上げる。ここでお互いにバーストを使っている状態で立ち回りはライシ有利、飛び込み通して、さあここはしっかりシーンディストーションドライブで決めていく。名前なんだっけダイランド。さあ立ち火ヒット、さあ空コン、さあ先ほどね追い詰めて体力差を、あっバースト、しかしラッキーバースト、ラッキーラッキー、追撃入らず打ち落として刻んで画面端、中段は距離が離れているため当たらず、まあ、このゲーム中段が非常に強いんで、うまくバリアを使ってね距離を離していきたいんですけど、届いた。ロマキャンから、ロマキャンすればね全キャラ入ります。よろけ状態に対して駒投げです。最初ラウンド、さあ開幕走っていった、お互いにやる気満々、しかし制していったのはノエル、150ノエル、画面端 2D を置いてその派生に引っかかってしまう。昇竜拳を読んで立ち C、マン A とコンボ行きたかったんですが、コンボミス、上から降ってきてマン A 吹っ飛ばす、画面端中段は、あーもう一回中段来た。さあこれダッシュうまいように裏にもが回ってから攻めてきなかったか。さあここが飛び道具に対して無敵らしい、飛び込みからどっちだ、立ち A、おお先ほど見せた空中投げ A 投げとなって画面端、今度はセットプレーに持っていきたい。さあノエルが光っている、ノエルの当て身は投げも取れる一撃らしいんで恐ろしいですね。ノエルの一撃は投げも取れる当て身ですね、正しくは、ごめんなさい。さあ勝ったのは150ノエルというわけで、決定戦じゃねえ、対象戦、ヤブ・アズラエル対するはダン・イサギ・エディ、ダン・イサギ・エディが勝ちますと本日の優勝となりますので頑張ってください。暗黒盆踊りって言うんだあれ、テレサこれかっこいいんですよとか言ってたけど全然かっこよくないんだけど、あれ大丈夫なんですかねテレサさんは。さあダンイサギエディラグナが勝つことができればそのまま優勝となりますが、さあ先ほどの試合を踏まえてどういった読み合いがされていくんでしょうか。さあまず開幕、さあ開幕は強気に攻めていった、破られる、さあ 6C フェイタル、これ痛い、画面端中段の弱点が1ついて前 C、さあここは立ち置いてあった、当たっている、さあ通してコーパン隠らせない、追うアズラエル、さあ前に対して差し込み差し込み、さあお互いに牽制長いんでね、無理した方が負けそうな雰囲気が出ていますが、ここは中段うまい具合にねアズラエルの接近を回避していったが、ここはグストフ、裏回りグストフカウンターヒット、痛い、
バーストを思わず使ってしまって、ここは来週落ちてくる。もう一度探し、ここは落ちる前にジャンプ、うまい空対空で落として、立ち地昇竜拳叩き落とし、大きい攻めは前転。さあここで空中投げ、上下から拾って昇竜叩き落とし、さあここは昇竜拳で読み合いをぶっ壊していく。優勝エリチは全種類と承認信者言っとかないでね。さあ開幕6試合飛んでいたジャンプ、このジャンプ強いですね。さあジャンピー表くらい2試合中段の弱点をつけて下から待つ。ラインシュークサー熱波許さない、そのままバニコンへ画面端 CCC と決めて前へ足払い、もう一度弱点をつける。あー昇竜拳が出ない、空中投げ顔を洗ってもらって、さあバニコン一本取り返す。ヤブライル最初ラウンド激しいなお互いに。あーとブラッドサイズ下からジャンピー殴っていった、これはバースト読んでいったか。ヤブライル AA と刻んでこの着地投げ、これが見えない、そして結構痛い。まず下段つけて、その後広いはミス、フェイタルバースト読んで B から追加 B、 何知ってるんだ西。わー下段甘つきダストコンボ、なんだが高く飛びすぎた。昇竜拳折れない心の昇竜拳、ゲージもあるしね、当たればいいんです。さあそしてジャンピーめくり、当たらなきゃダメなんですが BB と決めて勝ったらやばれる。まあ昇竜拳のいいところと悪いところが出た試合でしたね。けどラグナの場合悪いところが出たら一気に体力なくなっちゃうのがかわいそうですね。さあそういうわけで続きましていちご丸ノエル、これ勝たないと優勝になりません、頑張ってください。なんでアズラエルの足払いは漢字の足払いなんですかね。モーション作るのめんどくさかったのかなってくらい一致してるんですけども。さあ行きましょう決定戦、ちょっと厳しいか、お互いにキャラを分かってないと本当にぐちゃぐちゃにされてしまう組み合わせ。まあどうなるんでしょうね。さあまずはその高機動力で相手を翻弄していきます。空中 D から攻めていくのは一丸ノエル、無理しなければ無理しないでなんとか差し込んでいきたい。さあうまいトライでいく、立ち A から刻んで投げる、そして駒投げ1500入って空中コンボ落とす。ただ気をつけたいのはヤブじゃねえな、アズラエルのグローラーだっけ、あれは飛び道具を吸収属性なので、吸収属性っていうのかな、あれはダメなんですね。さあ中段まだある、さあ体力マックスの状態、ゲージが溜まり続けるアズラエルに対してどう立ち回るか。さあうまい空対空パーフェクトゲームで大シャウンド選手していくのはいちご丸ノエル、ありますよこれは。さあ先ほども見たぞ、前シーンに対してジャンプ下段でタクっていく、バースト使う、さあ踊る踊る、さあこれなんです、全部取っちゃう、何発取ったかな、3発打てます。さあグスタフは無視、盆踊りからの画面端、さあ強気に行く、投げを決めて駒投げ、立ちから拾って落として、さあこれはしっかり決められない。どうした、お互いに迷っているのか、ちょっと間が空いてしまうのでちょっと厳しい。あーっと立ち火捉えて落とす、浮いて3段から落として奥攻めグスタフ2C、 さあ踊る隙も与えてしまった、決められな決めた、決めました、勝ったな、いちご丸ノエルいいのかそれで。はい、じゃあそんなわけでね、いちご丸さんは2、3回あの勝ち格逃したんですけども、それでも最後は押し込んでなんと決定戦勝ち上がったのは、ダンイソユーディーラグナーいちご丸ノエルチームとなります、おめでとうございます。さあそういうわけでね、3連休の大会お疲れ様でしたね。先週からね大会続きで疲れたので、明日は私お休みとなりまして、アダムさんが大会運営してくれますのでね、みんなアダムのために来てあげてくださいね。まあ大会だけ顔だけ店に来るかもしれませんが、まあそんなわけでね、今日は最後面白かったです、お疲れ様でした。じゃあね、この後も野次第の方、周年の方気をつけてね、たくさんやってってください、お疲れ様でした。